うん、なんとなくさ、うん、1年前ぐらいから思ってたけど、だいぶだいぶ、うん、温めといた、うん、なんでそんな理論嫌いなのかなと思ってよく言わねえから理論あのね聞かれちゃったなと思った今。嘘、あ、散々俺も触れずに来たけど。そうだね、うん、平井博明のワンナップゴルフ。ね、平井自身が YouTube 始めるまで理論でゴルフをやってきてなかったから、でそのトール君と YouTube やるようになって、やっぱりそのトール君にやってることを言語化できた方がいいって言われて、初めてゴルフを言葉にしてきた今日まで。なるほどね。そうだから、ゴルフで70代出す60代出すのに理論はいらなかったから、あんまり好きじゃないの。でもさやってこなかったから好きじゃないっていうより、うんうん、理論だと思ってやってなかったってこと。ああ、好きじゃなかったってこと。そうかもしんない。でも気づいたら世の中ではこうやって呼ばれてたみたいなのあると思うんだよね。うん、多少なりともあるかもね、うん、それね、答え合わせなのよ。自分がこの球を打ちたいからこの動きやって、後々雑誌でたまたま見たらそれだったっていうのがほとんどなのよ。どうやってきたか簡単に言うと、トロ君これ3球あるでしょ、真ん中に一応構えるね。それでアドレス何も変えないで、右か左か右か左か右か左、どっちかに打って右左ってちょっと言ってみて。こういうことなのよ。こういうことをずっとやってきただけなの。だから右って言われて、ちょっと待って右打つからって言って、こうやってやってないってことなのよ。インパクトで、要は自分のクラブの動きで球をいじることをやってきただけだから、こんなの理論ないじゃん。ない、うん、ない。開いたら閉じただけじゃない。それでやってきてるから、理論はいらないっていうか、そう、さっき登録言ったように理論としてやってきてないのよ。だから必要ない。だから自分の必要としてる球が打てればいいだけだから、だからあんまりその最初から言葉が好きじゃないっていう、言葉でやるのが、だからやったことが、うん、なんか名前がついてたみたいなのもある。そうそうそう、ある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 、うん、もちろん平井が知らなかっただけっていうのもあるけど、そういう感じ。そうだから見て覚えろが当たり前だし、打ちたい球が出たらそれを打とうとしてみるのが当たり前だし、理論が先じゃないってこと。先じゃない、絶対先じゃない。でなんでかって言ったら、なんでかなんでかっていつも言ってるんだけど、理論をやると理論を成功させるでしょ。成功させるというか形とするでしょ。次にその形となったものをナイスショットに導くでしょ。2工程かかるわけよ。そうだね。そう、でもナイスショットとか自分の打ちたい球を打とうとしてたら一つでいいじゃない。それだけやろうとしてるから。そう、そこの差で、その形格好が何年かかるかも分かんないじゃない。成功するのにそんな約束ないじゃない。でもナイスショットはさ、すぐ出るかもしれないし、だってそのナイスショットを打つために一番動きやすい動きをやるわけじゃん、言葉がなかったら。だからナイスショットっていうか自分の打ちたい球を優先するわけ。でもそれは分かったわ今って。マジ？そういうこと。なんて説明したいか分かんないけど、うん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 、分かった。いいの、トール君一人分かってくれるだけでいいの俺は。そうだから俺本当に薄々そうやって気づかれちゃうのはしょうがないし、うん、何が分かったかって言ったら、その理論が完成してどんな球が打てるかだっけ、うん、いつもやるなんだっけ。そう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 、それがないのにやってもしょうがないって言ってる理由がそれね、うん、そう、本当本当そう。だから本当にその形が成功して、成功してもミスショットは出るわけよ。でもナイスショットだけ打とうとしてると、ナイスショット率が高くなるわけよ、はいはいはい、そのショットを打とうとする動きしか動かないから。でも先に形やるとその形を優先するでしょ。 そこの違いで、そういう球を打とうとしてる間に勝手にそういう動きになってんだったらいいけどってことね、うん、そう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 。じゃあいらないね、やっぱり。いらないんですよ。いらないもん。いらない、ね、いらない、いらない、いらないっていうか、打とうとしたら身についてるかもしれないけど、先にはやらなくていいってこと。そう、うん、そうだね、そうだね。結果としてなってるかもしれないけど、うん、そっちの言い方の方が正しいかもね。え、ちょい、いいじゃなくて。そうだ、なくても多分困りはしない。うん、名前つけんのやめようじゃん。間違いない。そうだから、この右打ちたいんだったら右向いて打ちゃいいだけじゃない。そうだね。そう。左打ちたいんだったら左向いて打てばいいだけじゃない。そう。低く打ちたいんだったらさ、こうしたらいいじゃない。でもさ、かっこつけていい？かっこつけると、ちょっと登録ごめんね、前言っていい？低く打ちたいんだったらこうしたらいいんだけど、かっこつけたいんだったら、このまんまで、こうやって打とうとするでしょ。だからミスをするのよ。いいじゃない、かっこは。かっこはボールだから、形じゃないのよ。低く打ちたいんだったらこうしたらいいじゃない。そう。いいの、それで。いいの、いいの。そう、だからそういうのが、一個ずつ、
削っていければゴルフってすごい上達する。やっぱりあれなんだね、ボールなんだね。ボールですよ、ボール、絶対ボール。そうだから、もちろんそのボール自体が決まってなくてもダメだし、うん、先にボールだよね。プロはあれなんでしょ、俺何々やってるの言わないんでしょ。言わないな。そうだね、一人リードして体重リードしてんだって言わないんでしょ。俺ほとんど聞いたことないね。ほとんどってか聞いたことないよ。最近体重移動してるみたいなのとか、俺さ最近さ体重移動してんだよねとか、体腰切ってんだよね最近とかって俺聞いたことない。プロは言わない、説明しないもんね。説明しない、する必要ないでしょ。そう、欲しければやってるから勝手に。そう、そういう、それぐらい。最近パターまっすぐ引いてるとかってないもん。入るか入らないかだから。じゃあプロが回ってる時にどんな話してる、そのプライベートプロ同士回ってたりする。ね、俺チャレンジとか出てた時はほとんど練習ラウンドぬかがとか小袋とか高橋さんとかだったんだけど、ぬかがとは車の話とか全然関係ねえ。あとほとんど車好き多いからね。ああ車の話だね。ゴルフの話は、まあ、やっぱりギアの話とか、ああどのシャフトがいいとか、どのメーカーのヘッドがいいとか、そういう話はする。あと入社の話もする。すげえレベル高いって。入社で変えてるからね。もちろんこれまた別な動画でやるけど、例えばダフってんだったら入社変えるし、トップしてんだったら入社変えるし、フックしてる、スライスしてるんだったら入社変えるし、全部入社じゃんみたいな。要はボールへの入れ方を変えるから。てか入れ方で球が変わるんだけどね。それはでもあれでしょ、ちゃんと端までできた人がやるっていうやつでしょ。そうだね。だって分かんないでしょ。感覚が伝わってきてないんだったらできないから。ああ、いじれないってこと。いじれない。そう、ね。感じてないんだから。そう。逆算していい。ってことは感覚感じたいでしょ。感じたい。感覚感じたいんだったらこうやって動かなきゃダメだからね。ああ。そう、うん。こうやって動いてたらダメ。そう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 。だから、人がしなんないとダメ。そう。だから、ヒントっていうかアドバイスとして、こうした方がいいですよ。まあ今までの動画見るからでしょ。そう。こうやってたら、うん、その、わかんないから。あれなんだっけ、そうそうそう、コメントだってシャフトブルンってなる。あ、そうそうそう、なる。閉まると分かんだ。分かる分かる分かる。やっぱりブンなのかブルンなのかブルルンなのか、うん、それだけでも全然違うし、そう、それはヘッドバランスだったりとシャフトの硬さによっても感じ方って違うから、とにかくブルンっていうアクションが感じられるってことはしなってるってことじゃない。だからそういう風な感覚になってきた方がいい。それ大事なこと。そうだから本当最近すごく嬉しいコメントとか、だんだんできてきましたとかいうコメントいただけるようになって、めっちゃくちゃ嬉しい。一人でウキウキしてるけど。そうだから理論があまり好きでないことと、ボールが先っていうことと、動きより、あとは球をいじるなら入射ですってことだね。それがすごい大事。これあれだよね、平井理論嫌いっていう動画だよね。そう、あ、そう、じゃあ合ってる、今ので。そうだから、うん、なんで好きじゃないかっていうと、先に理論っていうか言葉として考えて動いてなかったから、プロをやってる時は、試合出てた時は、うん、そうだから今あまりこう、なんだろう、それを先にこう伝えたくないっていう感じ、うん、で打ちたい球のために好きなように打ちましょうってことだ。それが一番だよね。でちなみに女性の方で結構多いの、男性もいるんだけど、ラウンド中ヘッドカバーをこうやって取って下に置かないで、このベルトにこうやってやる人いるの。こうやって、これやめた方がいい。なんで？ダンスやってる方だったらわかるんだけど、スケートとかこれでこう回転するとこう遠心力が変わるから、ポニーテールで遠心力が変わるから、団子かポニーテールで遠心力って変わるから、そうだからこれ やんない方がいい。ちゃんとカートに置くか、キャディさんに渡すか、下に置くか、身につけない方がいい。何の話だって話だ。今ちょっとね、思い浮かんだからね、そういう話。今回はですね、あまり理論は好きではないですっていう正直な動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。